こらが峠交差点から岩清水八幡宮の駐車場まで来ました。カーナビが優秀なのもあり駐車場まで来られました。実家にいた時にも来たことはあるけど、京阪電車に乗ってしか来たことなかったです。先に来ていた方に桜が咲いてると教えてもらい撮影しました。駐車場側だと飲食店があったんだ。今日はたくさんの皆さんが来られてます。ここに来ればエジソンですよね。竹がたくさん生えてるからと覚えてたんだけど合ってるかしら。おいおい霊夢ネタバレはダメなのぜ。あら、本当だ。まだ来てない人は忘れてちょうだいね。まあ小学校で習いそうな気もするけど。いや私はここと花見くらいしか来たことないな。男山団地があるのぜ。親戚が住んでるとかないといかないよ。ぼっちには厳しいのぜ。ここは土日祝と繁忙期しか空いてないみたい。違ったらごめんだぜ。ここも一回は今日お休みなのぜ。名残惜しいのぜ。久しぶりに来られたわ。今日は七五三で来られてる親子連れの方が多かったわね。中はそういう予約されてる方しか入れないと言われたぜ。こんな感じだったのぜ。懐かしすぎて涙が出てきちゃう。いや、大阪に住んでるんだからいつでも来られるのぜ。実家に住んだとしても今の家より近くなるだけなのぜ。マリサそうね。過去は未来と今につながってるものね。涙を拭いて前を向いて生きていくわ。まずはここにシールを貼るのだぜ。300円でシール1枚なのぜ。何を書くのか気になるのぜ。書いたのは動画には載せないんだけど、これ書いた後に学生さんの集団が岩清水八幡宮に参拝されてました。まあ、霊夢が書いたってバレてないから大丈夫なのぜ。ならよかった。誰がどれを書いたかなんてわかんないさ。マリサなんかかっこいい。なんか元気もらえた。霊夢のこと世界で一番応援するぜ。霊夢さん私も応援してますよ。私も応援してます。私も応援してるよ。応援してるのです。悟りました。霊夢を応援してる未来を。私だって応援してるからね。というわけで、みんな霊夢を応援してるってことだぜ。ありがとうみんな。今日はなんか頑張れそうな気がする。間違った方にそれが向かないといいけどなのぜ。展望台で皆様にいい景色を見てもらいましょう。滝絵がないときは字の色でなんとなく誰かわかると思うのですが、動画の内容的に滝絵はなしでいきます。
さすがにここは今降りないのぜ。京都の実家に帰っちゃおうかしら。霊夢寂しいこと言うななのぜ。京都も素敵なのはわかるけど大阪もいいところたくさんあるのぜ。冗談よマリサ。でも、2週連続で京都に来てるけど、土地感があるって最高なのぜ。いや、マリサごめん。今回のルートと工程は全部調べ尽くして頭に叩き込んできたの。というわけで次回の動画ではせせらぎルートを下ってケーブルカーで山頂まで戻ります。次回も楽しみなのぜ。みんな見てくれよな。